まあ、円安の12月というところで、なんとですね、まあ、過去10年のユーロ円の上昇率 80%。おー。皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルの小山です。山中です。さて、本日は FX の月別のトレード戦略というところで、はい、まあ、やっぱりまあ、1月は上がりやすいとか、9月は売られやすいとか、あると思いますので、もう改めてですね、統計データを取って、その傾向を見てから、売買戦略を立てていきたいという動画になっております。はい。はい、当コンテンツはトレーディングシステムの開発会社 CXR エンジニアリングが番組を提供しています。さて、本日の目順になります。まずは主要通貨ペア、ドル円、ユーロドルでですね、月別の騰落率データを取ってきましたので、それを、お届けします。そして、なぜそのような月別にでですね、値動きの傾向が出るのかを、インターバンクディーラーで活躍した山中さんに解説していただこうと思います。で、最後にそこから導き出された最適な売買戦略を、ご紹介したいと思います。はい、まずドル円の月別騰落率データですけれども、どうでしょう山中さん。意外と動いてない印象ですよね。そうですね、まあ、10年間で見ると、まあ、結構動いていると言っても、1円、これピップスですからね、そうですね、1円を超えて動いてるのっていうのは2ヶ月しかないんだなというところですよね。はい、でそのうちですね、11月が非常に目立ったデータがあると思うんですけれども、はいはい、これ2014年の黒田バズーカでですね、はい、2016年のトランプさんの当選ですね、はいはいはい、ここで大きく動いたイベントが非常に関係しているので、ね、ちょっと季節要因とは言いづらいところがあるのかな。てっきり私の誕生月のご祝儀かと思います。いや、ご祝儀相場ですね。11月では山中さん非常に勝っていると。まあそんなことないですよ。まあ確かに11月っていうのはなんかね、そういうイベントが直近10年だと2回とはいえ影響大きいですよね。そうですね、まあ、とはいえやはり、まあ、大統領選挙の結果が11月の第一審に出るというところがあるの で、 そうですよ、ね、まあ、値動きは大きくなりやすいと言えるのかなと思いますね。あとどうでしょう、セルインメイデーなんですけど、5月が意外と、まあ、ちょっと上がって上がってますね、はい、まあ、勝率は横ですけどね。まあ、勝率だけで見ると、まあ、11月、10月、はい、この辺は割と極端ですけど、それ以外は、まあまあ、半々ぐらいっていう感じになってますね。はい。はい、まあ、期間が2012年から21年と、まあ、直近10年取ってるんですけど、まあ、一応遡っても、あんまりこう、差がない。というところで、うん、まあ、直近、よりエッジの効いたデータを出すために、直近10年、抽出しました。はいはい、では、ユーロドル行ってみましょう。ではこちら、ユーロドル。なります、うん、はい、まあ、ドル円より少し変動幅は小さくなるのかなというところがあるんですけれども、まあ、およそまあドル円が上がっているときはまあユーロドル、ドル買いになるので、まあ、売られやすいところになってますね、うん、はい、何か注目するところ。4月5月っていうところがボンと上がってボンと下がってるって感じですよね。そうですね、まあ、これを過去変え、少しデータをスライドさせても割とこういった傾向が出ると、うん、4月5月はちょっとなんとなく面白そうな感じはしますね、こういうの見てるとね。そうですね、はい、でそしてですね、まあ、唯一12月ちょっと注目していただきたいんですけれども、はい、ユーロドルが、まあ、上昇していて、勝敗もですね、なんと8勝2敗8割、うん、8割は大事ですね。そうですね、はい、はい、ドル円もう一度戻すと、まあ、6勝4敗やや勝ち越し、うん、で平均トラ幅も、まあ、少し上がっているというところで、まあ、ユーロ円ロングが。ユーロ円ロングなんですよね。そうすると。はい。ですね。そうすると、12月株も上がりやすいんですかね。っていうところが見て取れますね。で、ちょっと目立った月の、傾向を見ていきたいんですけど、はい、まあ、やはり1月ですね。まあ、1月効果っていう言葉があると思うんですけれども、まあ、ドル安円高で始まった場合は、よりまあ、その傾向が強いというか、はい、1月の、1月が陽線になった場合は、年を通しても、相場が上がりやすい。そうですね、まあ、1月の動きがその年を代表するっていうのはよく昔から言われてますよね、はい、1月アノマリーってやつですよね。そうですね、まあ、これ過去10年でももう少し遡ると、まあ、若干確率が上がるんですけど、だいたい6割ちょっと、うん、まあ、1月のトレンドが年を通して続きやすいということになるので、これはかなりまあエッジが効いているというか、売買戦略として。去年なんか2021年は1月に一気にそれまでのドル安からドル高に転じたら1年通してドル高でしたからね、はい、ね。で今年はですよ、どうですか1月は。はようやく1ヶ月終わりましたよね。そうですね、はい、
まあ、あの下がったと思ったら元に戻ってきたっていう、はい、そんな微妙な1月になりました、ね、そうですね。ケースだとどうなるんですかね。最終的に下ヒゲなので上になるんでしょうね。上になるのかなっていう感じもするんですけれども、ただ勢いが弱くないのかね、あの弱いっていうか、そんなに大きくは動かないのかなということで、ただ、はい、まあ途中まではやはりドル高になりやすいっていうふうに見る人はいるかもしれないですよね。はい。でその次にですね、まあじゃあ1月がこうなったら2月どうなんだっていうところで、はい、まあ、一応逆張りの2月っていうテーマがあるらしくてですね、うん、1月のまあ相場の反動があるよっていうコメントが割とあの過去のあのアナリストさんとかコメントあるんですけど、はいはい、意外とそうでもないっていうところが、うん、ちょっと株の世界だとそうなのかもしれないですね、はい、まあ年初ね、あの大発会から買われて、はい、節分天井とか言いますからね。そうですね。ですから、まあ、2月の初めぐらいに反転するというようなのは、うん、株の人たちはあの格言みたいのでありますよね。節分天井彼岸底というところですよね、はい、まあ、ドル円にしてはあんまり傾向はなくというところですね、うん、ではやはりまあ注目したいのは5月、はいはい、テルインメイと言われてますけれどもというところで、まあ、これまでも株の世界の言葉ですからね。そうですね。はい、まあ、ドル買いが目立つというところで、まあ、ユーロドルは非常に下がっているというところなんですけど、まあ、これどうでしょう、ヘッジファンドの中間決算で利食いが入りやすいからだという理由説明もあったんですけれども、まあ、5月11月っていうのはヘッジファンドの中間決算、はい、そしてまあ決算月ということで、うん、まあ、儲かってれば利益確定の売りが入りやすいでしょうし、はい、あと、11月ぐらいになってくるともう、儲かってるファンドは動きがね鈍くなってくるとかっていうのはありますけれどもね、余計な取引しないと、うん、そうですね。ですからまあ5月というのはまだ中間っていう意味では、うん、まあ、それほど大きな影響があるとも思えないんですけれども、まあ、実際にあるのかないのかって言われるとありますよね、はいはい、まあ、確かに5月下がって、まあ、11月も下がってっていうので、うん、まあ、もしかしたら影響してるかもしれない。そうですね、はい、どうでしょう、この傾向は昔からこういった流れ続いてます。これやっぱりこれ今10年見てるのとその前の10年とで、まあ、微妙に違うんじゃないのかなっていう気はするんですけれども、はい、特にドル円なんていうのは本当に20年ぐらい前、はい、もう本当に昔の状況だと7月は結構ドル買われたんですよ。あ、7月はドル買いでした。ドル買いで、それも理由として言われてたのが、はい、ボーナスが出てみんなそのボーナスをですね投資に回す、投資の設定が多い、はい、で投資の設定の中でもどちらかというとその外物の運用っていうのが結構あって、うん、まあ、そういったものがですね、ドル買い、外貨買いにつながりやすいと。で一方8月はそれの反動でもって売られるというようなことが見られましたね。あと8月っていうのは米国債の、利払い日があると、まあ、2月8月、はい、あるんですけれども、はい、まあ、そういった部分でもって、米国債結構日本でも機関投資家を中心に大きく、まあ、運用してますし、はい、まあ、私なんかも昔取引先のお客さんでもって利払いだけで1億1000万ドルとか来てましたから利払いの利払いが利払いで1億ドル超えるとかみたいなね、まあ、そんなのがもうあちこちにあるわけなので、まあ、そういったことを考えると、まあ、7月上昇8月下落なんていうのは、あ、そんなもんかもしれないなっていうふうに、まあ、当時は思ったものです。そうですね、私も2009年から FX を始めてるんですけれども、やっぱりまあ8月はドル円売られやすいっていうのは当時言われてました。ただやっぱりこう年を追っていくごとに徐々に8月がむしろ動かなくなる。そうですね、まあ、夏休みでもっていわれる、ね、最近だとどちらかというと夏枯れというイメージが強いかもしれないですね、はい、で本当にさらにですねもっと昔に遡って、はい、本当に昔もう大昔、はい、8月っていうのはね、インターバンクディーラーってみんな高校野球見てて、ああ、なんとテレビ見てて、要はロイター見ないみたいなで動かないと取引しないで動かないっていうのはそういう時期もありましたね。意外となんだかんだ言って、あ、結構出身地って散らばってるものだなって当時思いましたけどね。僕もう東京生まれ東京育ちなんで、まあ、東京のイメージしかなかったんですけども、あ、意外とみんな周り聞いてみるといろいろなね地方出身の人がいて、そうするとその、ね、出身こうではないけれどもその地元の学校っていうのを応援したくなるもんなんだなっていうんで、それより仕事しろよと思いました、はい、山田さんは高校野球見てましたか？いや、僕は別にすみません、あんまり東京と言って東京の高校を応援するかっていうとそんなこともなくて、ね、普通に仕事してました、ね、なるほどです。
確かにね、まあ、私四国出身なんですけど、まあ、4期応援したくなっちゃう気持ちは分かります、はい、次がはい、ではまあ目立ったところ、はい、9月と10月ですね、はい、まあ、やっぱり株が落ちやすい秋というところ で、はい、まあ、ドル買いユーロ売りが目立ってますね、うん、はい、特にこれ9月と10月大体同じ動きになるというところですね、うん、まあ、9月よりも10月の方が変動幅が大きいというところですね、うん、で、まあ、ドル円の方を見ると、まあ9月よりやはり10月の方が大きい、うん、ユーロドルの方もまあ若干大きくなるっていうところがあって同じ方向に動くというところですね、はい、ユーロドルに関しては結構この9月以降ずっと3ヶ月連続で同じ方向に動いてるとかってね、そうですね、これドル円の方も、まあ、そうですよね、同じ方向と同じ方向動いてますよね、そうなんですよ、なので9月動いた方向についていけばついてくるというのがまさにその1月効果じゃないですか、そうですね、9月効果ってあるかもしれませんね、国慶節相場が動きづらくて国慶節が終わったら相場が動くみたいなのを割と聞いてるんですけど、うん、そんだけ中国の力が強くなったってことですよ、あ、じゃあ昔はそんなこともなかった、昔国慶節なんか誰も気にしないですよ、あ、なるほどですね、じゃあ本当にもう昔中国なんて誰も気にしてないですよ、はい、中国の経済指標なんか誰も見ないですから、なるほどです、ね、じゃあもう本当にまあ年を追うごとに中国の影響力が強くなっている、はい、うん、人民元もそろそろメジャーになってくると、でまあ、10月1日国慶節もあるので、ちょっとこのこれが終わった後にもしかしたらトレンドが加速するかもしれない、そうですね、で注意しておいた方がいいかもしれないですね、はい、で最後の12月ですね、まあ、円安の12月というところで、なんとですね、まあ、過去10年のユーロ円の上昇率 80%、 まあ、この後スライドさせてもおおよそ 80% というところで、非常にユーロ円のユーロ円、やっぱりあのユーロ円っていうのは意外とトレードしやすいかもしれませんね、そうですね、曜日別の時もユーロ円っていうのがね、あの、はい、ピックアップされてましたけども、月別でもユーロ円がピックアップされるということは、まあ、ユーロ円は意外といいんですよね、そうなんです、うん、面白いのが金曜日12月とどれもまあ最後じゃないですか、はい、最後はあのユーロ円になるというところで、うん、結構面白いんですよね、うん、なぜでしょう、ね、なぜでしょう、ちょっと不思議ですけどね、まあ、株との関連なんでしょうね、ユーロ円に関して最近の10年間だったら、そうですね、はい、では12月株が上がってるからユーロ円が上がるんじゃないかという意見があったと思うんですけれども、うん、こちらナスダックダウン S&P500 と日経平均の、はい、月別の騰落率データですね、うん、これはなんと過去30年間を取ってきてるんですけれども、どうでしょう、まあ、確かに12月株も上がってるんですけれども、まあ、それだと4月の方がもっと上がってるってことありますね、はい、ね、そうですね、うん、でもですね、下にですね、よ、3ヶ月ごとにこう振り切ったパフォーマンスを見てるんですけれども、はいはいはい、3ヶ月移動平均じゃないけど3ヶ月ずつってやつですね、そうですね、はいはい、どうでしょう、山中さん何か傾向出てますでしょうか、うん、まあ、4.0 を超えてるのっていうのが10、12、11、1、はい、まあ、12、2とかその辺に集中してるということで、はい、まあ、どれも12月が含まれてるというのがあるって感じしますよね、はい、じゃあやはりまあ12月前後というか、うん、12月がまあ強いのと、まあ、その前後が強いので、まあ、ユーロ円がどうしても12月上がりやすいっていうのは一つ言えるかもしれない、ね、そうですね、はい、なるほどですね、じゃあ株を見、12月は株を見ましょうっていうところですかね、うん、まあ今はあの12月に限らず常に見た方がいいと思いますけどね、はい、はい、では最後にですね、はい、まあ、どの月に、どの通貨ペアを売買すればいいのかっていうのをまとめてみました、うん、はい、はい、まあ、意外とこのドル円買いが多いですね、3月、9月、10月、11月はい行って、あとはまあおおよそまばらになっているんですけれども、うん、まあ、12月だけユーロ円がいいよというところですね。でもすごい偏りがあるっていうと一番あるのは秋になるんですかね。そうでしょうね、うん、はい、まあ、これを見ると、まあ、どの月に何を やればいいかっていう明確なところがなかなか難しいんですけど、やっぱり9、10、11はトレンドが続きやすくて、でしかも9、10、11ってトレンドが続いてて全部上がってるわけじゃないですか、はい、そうすると9月に 0.87 で10月に 1.10 だから10月が終わった段階でもって 1.97 じゃないですか、はい、それさらに今度 2.41 ですよね、そうですね、そうすると両方合わせると今度は 4.38、 はい、その3ヶ月で 4.38 って結構良くないですか。そうですね、かなりパフォーマンスがありますね、うん、ユーロドルは 1.5 ぐらい、ユーロドルはそう、あの同じように、まあ、ドルが買われてユーロは売られてるんですけど、
騰落率自体はちっちゃいですもんね。そうですね。まあ、ドル円でそのところでその3ヶ月に買うというのはなんとなくちょっと面白そうな気がしますよ。そうですね。意外と私調べてみて分かったんですけど、ユーロドルの方が動いてるなと思ってたんですけど、意外ですよね。そうなんですよ。ユーロドルの方がどう見てもドル円より動いてるだろうと思いきや、これっていうのは多分大きく動くときはユーロよりもドル円の方が動きやすいってとこでしょうかね。そうですね。特に下げるときとか早いですからね。ね、クロス円です、関係してくるので。そうですね、はい。意外とデータを取ってしっかり見ると予想とは変わってくる。まあ、統計データを取ることが重要ということでしょうかね。はい。では今回は FX の月別のトレード戦略というところで、はい、月別の統計データを取ってその傾向を見てきました。どうですかね。まあ1月は割とドル円で傾向が出やすいのかなというところで、意外とセルインメイは為替ではそうではなかったですね。はい、ですね。で、あとやはり秋にトレンドが出やすいというところで、非常にここは優位性が高い、高いですね。はい。そして12月はユーロ円のロングというところで、はい、割と期待値が高いデータをお届けすることができたのかなと思います。ぜひですね、曜日別の、統計データであと組み合わせてですね、売買戦略の参考になれば、いいかなと思います。はい、でこのデータはですね、まあ、あくまで過去10年の統計データを取って、出てきたものですので、まあ、将来必ずしもこうなると、パフォーマンスを保証するものではないということですね。そうですね。まあ、そのために今回山中さんに来ていただいて、まあ、過去の、インターバンクではそうではなかったというところもご解説いただいて、まあ、中のデータをしっかり見るとですね、まあ、11月であれば大統領選挙があったり、黒田バズーカというちょっと特殊な理由もあったので、まあ、このデータだけ見ずにですね、ぜひなぜそうなったのかっていうのをご自身で考える癖をつけるってですね、はい、と思います。まあ、ぜひこのデータをトレードの参考になってですね、皆さんの、パフォーマンスのプラスになれば幸いです。本日は FX トレード戦略月別騰落データ率編をお届けしました。この番組はトレーダーズ証券みんなの FX の提供でお送りいたしました。みんなの FX では最強水準のスプレッド、高機能な取引ツールが使えるなど、ヒロピーおすすめの FX 会社です。ドル円 0.2 銭、5ドル円 0.6 銭など、非常にスプレッドが狭く、さらに新興国通貨のスワップポイントが高いスイングトレーダーにおすすめのスペックです。さらにヒロピー一押しのチャートツール、トレーディングビューを使うことができる国内で数少ない FX 会社です。なんとこの度3月31日まで新規口座開設キャンペーンを開催しており、一定条件をクリアしますと最大で5万円分のキャッシュバックチャンスがございます。さらに現在ヒロピー×みんなの FX でタイアップキャンペーンも行っております。今ならヒロピー流エントリーポイントの極意や月末ロンドンフィキシングのトレードパターン、特別レポートとしてプレゼント中です。興味を持った方はぜひみんなの FX 口座開設を行いトレードしてみてください。